日本人の、兵庫県民神戸市民の淡井圭介です。本日2023年、7月の5日、まあその河川の土砂のかき出しや学生さんたちの方を中心で、まあ野球部員の人たちが木を切りに行く、まあ木材を他国から輸入しない、まあ自国で、まあ学校とかが運動部のあるところが、まあかまど発電を行う、まあそういった説明はこの間したと思うんですが、あと土砂のかき出しと実質的な数字を、まあ表してですね、でその土砂の書き出しがある程度終わったところから、コンクリートを、まあミキサー車の中に河川の中に入れるような形になると思うんですけども、まあコンクリート流し込んで、でそれを学生さんたちの方で、まあ学校でグラウンドを鳴らすトンボっていうものがあります。まあそういったもので、地面を、鳴らしていくと、まあ一人当たり、まあ、河川の幅にもよりますけども、まあ数百メートルは一日でできると思います。だからね、10万人ほど学生さんがいらっしゃいまして、ほとんどの河川はそこはだいたい岩石地帯とかで、まあその隙間を埋める程度、まあ隙間が増えていくと、そこからどれだけ地下に水が流入して、そこから水がどれだけ抜けていってるかっていうことがわからないんですよ。これは非常に危険で、都市部の例えば、まあ浄水管でも、下水管でも同じなんですけども、たくさん水が流れる、流れてるような、まあといっても直径30センチほどのところですね。昨日のニュース、7月1日のニュースでも、まあ中でその、まあ下水管が浄水管がこう外れてしまったんでしょうね。まあ水がたくさん流れる中が土であると、でたくさん水が抜ける、道路が、陥没する、そこへトラックがはまると、まあその陥没するところもね、深さ結構あって3メートルから5メートルぐらいだと思うんですね。まあ角度的なもので深さがちょっと分かりにくかったんですけども、まあ5メ、もしかしたら5メートルぐらいあるかもしれないですね。そういうことがね、起きてるのが現状であって、河川の底をしっかりと固めなきゃならない、まあ河川の両サイド、水量が多いところで河川のその堤防の一番上よりも住宅が下の方にある位置に関しては、内側をコンクリートブロックで置いとくだけじゃ、これも結構厚みがいるところはいります。水の量がたくさんあるところ、どこかが亀裂が入ったりとかして割れ始めて流されると、そこから水の圧力で次々剥がれていく可能性があるんで、ある程度の厚みは、いるところはいります。例えば、厚みが1メートルとか、厚みがいるところはそれがいります。で、その裏側のところにも、ある程度、そのコンクリートブロックを置いておかなかったら、上を、その、まあ、河川、まあ、こうしましょうか。河川がこうあって、でここが、まあ、歩道だったとしましょう。ここはアスファルトだったとしましょう。アスファルトは年数の経過とともに亀裂が入ります。で中に水が入り込みます。それが始まるとやっぱり中は空洞化されていくんです。どこかで土が流れていきますから。ですので、いつその歩いてる歩道が、まあ陥没するかなんですけども、基本的にはそう大きく陥没するようなことはまず考えられません。だんだんに沈み込みます。アスファルトがある程度曲がりますから。でまあ硬いアスファルトのところは亀裂が入っていくような形になりますね。まあどちらにしてもある程度の期間で土が抜けていくんですけども、例えば明治神宮のその外苑を工事するだとか、そういった話になってますけども、出来上がりはテニスコートとかいらないんです。そんなものどうでもいいんです。土地開けておいて河川のね、その土砂をかき出したりした時、
特に河川水門開閉式ダム発電を作ったら、上流から流れてくる水を一旦ストップできるので、下流のところでも気軽に、河川の中入っていけます。水が流れてきませんので、ね、基本的に一応、まあ、街中の両サイドからわずかに流れてくる水はあるでしょうけども、まあ、その辺のところもあの長靴履けば、12分に対応できるかと思います。普段水の量少ないですから、あの海から近すぎるところは、あれは海の水が入ってるんです。で、その海抜何メートルのところからぐらいの考え方でいいです。もう水よりもそこのところに流れてしまった土はもうあんまり気にしなくて、良いかと思います。それ気にするぐらいだったら両サイドの高さ上げた方が早いです。で、まあそういったところの工事ですね、これはあの早くあの運動部の皆さんに行っていただくと、こうすればあのそんなにコストはかかりません。で、学生さんにとっては体鍛えながら、まあ、学校へ行く、交通費ぐらいは、稼げると。で、そこへ、まあ、あの防災が先にメインですからね、あのプロアスリートの人とかね、あの例えばプロ野球選手だったらシーズン終わった後とか、まあ、ちょっと気切りに行ったりだとか、まあ、そういうふうなことをしたりだとか、まあ、あのサッカー選手とかでも同じですよ。まあ、そういうふうな形で、皆さん活動していただけたらなと思います。だからね、甲子園球場とかでもあのガソリン使って芝生買ってるでしょ。あれ自分で漕ぎゃいいんですよ。そしたら自分でペダルを漕ぐと刃物が回るような形になって、実質同じですガソリン使うかどうかの違いですから、それでね、あの結局走り込みとか体鍛えるんだからペダル漕ぐようにしたらいいんですよ。自転車みたいな形で前の方の足でペダル漕ぐんじゃないですよ。あの真下にしておかなかったら力の加わり方っていうのが伝わりにくくなりますから。でどうせ甲子園で芝刈る時なんだから、別に強風の時とかにするんじゃないんだから屋根もいらないでしょ。でしょ。で、まあ、雨降ってる時とか強風の時とかにするんじゃないんだから屋根いらないんですよ。で、だから凍うところとその刃物の部分とあと車輪があったら、あとはチェーンとかがあったらいいだけだから、もう簡単に作れるんですよね、安くで。だからそういうものを使用しないとならないんですよ。だからちょっとしたことでいちいちガソリンを使用しない、これです。それはまあ他の選手もそうですけども、グラウンドに入場するぐらいでいちいちガソリンを使われてしまうとということになります。やっぱりまあその辺のところ来シーズンからでも即座でももし対応できるんであれば各球団しっかりと対応すると。まあ場内アナウンスで言った方がいいと思いますよ。あの技術的採掘可能埋葬量、ガスが今もう40年代分しかないと、50年分ないと。でガソリンの方は今年で50年、下回ってる可能性があると。でウラン鉱に関しても限りがあると。でこれに関しては難しいんですよ。例えば日本でも新しく建設を始めている原子力発電に関しては、昔のものだとね、30万キロワットだとか、10万キロワットだとか、50万キロワットとか、その原発によって、ね、発電する発電量が全然違うんですよ。で、今の最近のは、大きな発電量のあるものだと120万キロワット以上あります。だから130万キロワットとかもあったと思いますね。だからね、その、世界中でね、原発が今稼働されてるのが、まあ、400数十基と言われてるんですけど、これもね、老朽化とともに停止したりだとか、いろいろあるんです。日本だと、まあ、東日本大震災理由での停止がありますけども、老朽化による停止とかも今までの時代でありました。で、これは他国でもあります。で、情報は国連を通してその辺の情報は上がってきたりするので、結構時間かかるんですよ。だ今現実、例えば2年前と比べて今どうなのかは分からないんです。大体ぐらいのことでしか。で、建設予定の原発を全て世界中で計算すると600数十基なんですけども、まあ、
冷静に見ると横ばいぐらいなんじゃないかなとは思うんですけども、ただし数がそういうふうな数で一致してるのであれば、400何十機台で一致するのであるとすれば、一つあたりの原発の発電容量が大きいということは、早くウラン鉱がなくなるということなんです。こういうことなんです。原発も正直稼働させてみなきゃわからないんですけども、残り50年分ぐらいで考えておく方がいいんです。最悪30年ほどで、ほぼなくなります。まあそれぐらいで一応物事を考えておかなかったら、もっと早くになくなって、例えばね、100年後ぐらいになくなるみたいないい加減なことを考えていて、残り50年でなくなりました、じゃあそれまでに打つべき手を何にも打たなくなってしまうでしょ。今の日本のように河川水門開閉式ダム発電とかに関しては、実は本当は私が20歳ぐらいの頃に、その後秀和株式会社で一緒に働いた山口隆というものと一緒にこの辺りの有野川とか撮影行ったんですよ。で、僕の同級生の、まあ、坂東っていう、まあ、僕は足の骨を折ってる時とか、それは宮の原だったかな、学校のね、卒業間近の頃に足の方で折っちゃったんですよ。で、学校へね、車で、迎えに来てくれて、送ってくれたりとか、まあ、もちろん交通費は渡しましたけども、ある程度の部分で、まあ、そういうふうに、その時のね、同級生とかと、この辺の、まあ、河川とか見に行ったりとかして、まあ、考えたりしてた時期はあったんですよね。で、その山口隆というものは、その撮影できるような iPad みたいなものをその当時持ってたのかな、どうか、ちょっとあんまりにも昔すぎてね、記憶がちょっとどうの辺なのか、はっきりと定まらないんですが、少なくとも1998年ぐらいに、その神戸市立ホテルフルーツ浦パークのバーベキューコーナーで、六方全書を見せてもらったか、自分で購入したかのどちらかなんですよ。確か自分で購入して家でも勉強していたと思うんですよね。で、パソコンも一時期は持っていたと思うんですよ。だけども、通信料云々のところで、やっぱりパソコンやめるわ、みたいな形になったと思うんですよね、その当時。で、いや、携帯電話プラスパソコンで、これ通信料だけで、給与の算定表とかあって、で、ボーナスなんか今もらえなくて、住居手当もない、扶養手当もない、ないない尽くしで、これこんなことしてたらこっちが負けなんじゃないかと、そう思って、手放したか、まあまあそういうような状況だったんですね。で、秀和株式会社はその当時は、灯油を売ることを専門でしたから、冬場しか仕事がない、雇用がなかなか継続されない、会社としては同じ地域を回った人にもう一度回ってもらわなかったら、お客さんがどこにいるかを頭でやっぱり覚えてなかったら、いつまでもその地図チェックをしてるんですけども、表札の入った地図をね、作って、そこに印を入れておいて、そこに顧客がいると。そうじゃなかったら、気温運動によって、今週は買わないが、やっぱりありますから、冬本番に来たら、大体みんな毎週、というか、まあ、玄関前に出してくれてるんですけども、まあ、フルーツラパークのバーベキューコーナーが、やっぱり屋外じゃないですか。まあ、ちょうど、そこの人が働きに行けば、これ正社員雇用できるんじゃないかと。まあそういうふうな形で、当時六方全書を北神戸店、秀和株式会社の北神戸店へ持って行ったと思うんですよ。で、社会保険に入ってと、そういうふうな形で、しっかりとベースアップだとか、そういうふうなことを、まあいろいろ考えてたんですけども、やっぱり商業原理もあると。多分、平成に入ってから西神戸店が神戸の中で、まあ、秀和株式会社は大阪堺が発祥で本店なんですけども、神戸市西区の西神戸店が神戸市内で一番最初にオープンしたのが平成最初の頃だと思うんですね。もしかしたら、状況によっては登記簿の内容が変わって会社の設立とかが、
まあどういうふうな形があったかっていうのは、それもそこで働いていた人しか同規模だけじゃ分からないんですよ、仕組みが。あの会社の設立時期とか変わったりしますんで、いろいろあると。でその後北神戸店ができて、須磨店ができて、淡路島まで店舗を、まあ、どちらかというと作ってしまった方ですね。当時のあのどういう人か、790円の頃の値段での物事の考え方だから作ってしまった。少子化は頭の中多分みんな入ってなかったと思うんですよ。で値段は後で上がっていく。その阪神淡路大震災があったから高くなる。その原油をある一定量を寄付してくれたりだとか、そういったことがあったからあのような値段が実現できただけだと思うんです。まあ、西神戸店はだいぶ前に、もう何年も前から、閉鎖して、まあそこ、撤去できてるのかどうか、その収賄株式会社のお金でね、その撤去できたのかどうかとか、本当は産業廃棄物として収賄株式会社の売り上げでそこ対応しなきゃならないんだと思うんですけども、まあ、最悪放置されているのかどうかですね。もう僕も今生活保護ですから、そんなに遠くまで見に行くことできないんですよ。ある程度の近くまでやっぱり電車使わなかったら ここから歩いて行って帰ってこようとしたって無理ですから。もう今の体力だったら現場到着する前に力尽きますね。北神戸店もほどほどの時期で終わってで、スマ店残しになるんでしょうけども、まあ、僕は知ってる限りは三田の辻が丘の近くのガソリンスタンド、近くといってもまあ5分10分ほど車でぐらいの距離ですけども、そこはタンクローリー3台持っていたから、今そんなに使われる方もいらっしゃらないし、今1缶2000円ぐらいですから、だからね、値段を見てね、その実際電気代とか一時期上がったりしてたじゃないですか、ここ近年で。で、半年ぐらい前ですかね。だから、まあ本質的にはあんまり値段で言うと変わりはないんですけども、まあ灯油を扱ってた人間とすると、安全性でいうとね、その停電の話が混ざり込むと、エネルギーの残存量問題だけで電気のストーブの方がいいとも言えないんですよね。まあ私は阪神淡路大震災を体験しましたから、それはもう電気止まりますし、あの暖房器具といったら石油ストーブしかない。こうなってくると、まあ冬かどこまで耐えれるかの話になるんですけども、外に出ていくようなね、その上着を着るような形で、だからまあ冬場だから、まあ、コートとかジャンパーとかそういったものを着た状態で家の中でその布団とかをかぶっていられるかどうかという形にもなるし、避難場所である学校に石油ストーブなかったらそりゃ冬は無理でしょうっていう話にはなるでしょうね。学校は結構寒いでしょう。だからまあ僕の考え方で言うと、だから北部の地域、まあ北海道、東北、北信越、まあ日本海側ですね。ただまあ関東とか関西でも標高高いところは寒いですからね。この辺でまあ東京の平地にいる方たちと同じぐらいの冬気温なんじゃないかなと思います。まあ緯度経度を考えると、まあ、いろんな話が混ざり込みましたけども、要するに河川水門開閉式暖房発電、まあその当時は要するに回転扉みたいな形で水を受け止めてそれで発電すればいいっていう考え方で、実はもう20歳ぐらいの頃から言ってるんですよね、河川見に行ったりとかして。で、まあさすがにその件に関しては、映像とか込みじゃなかったら、
国会議員の人たちも何を言われているのかっていうことわからないでしょうし、まあ、例えばね、医者の方で国会議員になられる人もいるでしょう。で、ずっと医療機関で働いていた人は、その雇用関係のことを言われて理解できるかって言ったら無理でしょう。いろんなところで働いたり、僕は工業高校にいたから、そういったことが理解できたりしますし、まあ、機械科なんですけども、まあ、ちょっとだけ自動車科の方を見に行かせてもらったりとかもしましたから、エンジン内部とかはどうなっているのかとか、だからどういうふうな仕組みでエンジンが、まあ、作動しているのかっていうことが、頭の中に残っていて分かりますから、その原理原則というか、理屈というか、それはまあ、何事も一長一短あるんでしょうけども、その業界でずっとその仕事をされてきた人は、その業界のことに関してものすごく詳しくはなれると。ちゃんとその業界のことを勉強していたらですよ。だけども他の業界のことまでは手が回らなくなるでしょう。人間のその脳のその限界っていうものがあるでしょうから、どこの社会へ行っても仕事場へ行っても法律は絶対ついて回るものですから、やっぱり法律をみんな向き合わなきゃならないでしょう。もう正直それだけで手いっぱいでしょう。他国の言語なんか絶対手回らないでしょう。だからまあ語学大学の人たちがしっかりと語学大学へ行って、まあ、他国の言語を翻訳してそこを法律のプロの人たち込みで、まあ、企業その他国の法律を翻訳できる人にならなきゃならないから、まあ、語学大学の人たちがね。だからまあ、まあ、それはそれで、翻訳するときに、日本の法律に詳しい人たちと相談していきながら、まあ、身につくんだとは思うんですけども、これも日々継続ですよ。やっぱりお金もらいながらね、その稼ぎながら、日々仕事として大量の時間を、そういったことに時間を割り当ててるから、そういったことが身につくのであって、継続していけるのであって、やっぱり離れてしまうと忘れますから、一般人の人にどこからどこまで法律名まで求めるんだというところで、はっきり言って、裁判所の裁判官が分かってないでしょっていう話になるんです。あなたたちは税金使って大学行ったんだから、それを責任を持って、で裁判官、司法修習生になっていろんなところで働いて、そこも税金で働いてるんだから、それで裁判官になったんですから、原告の人に法律名なんか求めちゃダメでしょって。それとも被告側もいろんな事情が出てきた時に、裁判官が法律に当てはめて、まあ、どれぐらいの相場が適正の、判決になるのか、これを考えれる人じゃないとダメだと思うんです。だから判例番組っていう番組を作るべきでしょうね。民事に関しても刑事に関しても細かいところまでね、詳細を述べて、1時間で1件2件扱うのかどうか、まあ簡単な労働問題とかだったらみんなだんだん答え分かってくると思うんですよ。労働基準法とか給与の算定表だけでよかったじゃないかと。フレックスタイム制とか何か余計なものとかいっぱい導入されることによって、そんなこと別にいちいち六法全書に書かなかったも分かることでしょうと。一日何時間仕事したんですかって、例えば在宅ワークでもね、結局はそういうことになってきますから。歩合歴高なんか残してたら最低賃金法を下回る、まあ2級もそうですけど、最低賃金法を下回るような形、人材派遣業もそういうケースが生まれるし、そもそも書類が重複されるだけですから、自社雇用にしてもらって、まあその地域、例えば神戸の方だったらロータリークラブだとか、まあ神戸の会社の社長さんだとか、まあ大手のところの支店長の人たちも混ざった方がいいと思うんです。そうじゃなかったら、まあ、どこは人余っていて、この時期人で、まあ、働きに来てほしいが、それだけで済みますから。それは地域の社長さんの集まり、支店長の人たちの集まり、まあだから10人ぐらいの会社の社長さんといっても年収800万ぐらいが相場ですから、で、その人たちの立場って、
会社が倒産したら、まあ、一番最後まで会社は残りますけども、結局最終的に仕事が極端に少なくなってきたら、自分が一人で最後まで仕事残って、そこで事業をする、だから現場の仕事はできなかったら絶対無理なんですよね。で、いやだから株の世界も同じですよ。だから株が極端に安くなって買い手が見つからなくなって、事業を継続するかどうかで純利益上げたいんだったら、あなたたちが自分で現場に出て、仕事テキパキテキパキ動き合う、みんな早く帰れるでしょっていう話になるんですよ。これが現実社会ですから。だから国の税金を使って何か、この間のオリンピックとか、みんなの税金9600億円以上使いましたとか、もうとんでもないことしやかせますから、行政って平気で。だから小池さんのせいじゃないんですよ。東京オリンピックは2006年に東京都議会の人たちが基金をもう集め始めてしまったんです。っていうことは、その話がいつから始まったんですかって。2006年にそれは法律が出来上がったっていうことは、施行されたっていうことは、もっと前からそういう話してたんでしょっていうことになるでしょ。そこまで前になると、阪神淡路大震災が発生しているのに、何わけのわかんないことにね、お金使おうとしてるんですか。それよりも地方の人たち助けてあげるべきでしょって。採掘してるからそうなったかもしれないし、河川の工事も結局同じですよ。中央が一番権力を持っていて、今東京都議会の話ですけども、各政令指定都市は、これは法的にね、各政令指定都市は東京都政六法の内容に従わなきゃならないことになってるんですから。だからまあ二重行政みたいな形になるから、現行法規と現代日本法規っていうものを一時的にまああったんですけども、それ一回僕まとめてもらったんですよ。同じだっていうことで、こんなもの見る人困らすだけですよって、ややこしいって。だから国会というものが一番ね、力持ってるっていうことになるでしょ。だからだって総理とかいらっしゃるんですから、各大臣がいて、でその責任のもとで各省庁があるんですから。だから東京都議会だけで物事をそこまで動かせるかって言ったら、そうでもないでしょ。だから僕の人生で何があったかって言ったら、2004年から2005年にかけて公用病院に通院させられてたでしょ。だからその頃はホテルオークラで勤務していて、まあ、ややこしいことがちょっとあって、暴力団を名乗る男から脅迫電話が何回かかかってきていて、有馬警察署の方でしっかり対応してもらったらよかったんですけども、こういう時はああしてくれたらいい、こういう時はこうしてくれたらいいって、まあ、自分の名前は何々だから、で何々さんはこう言ったって、こう次言ってくれたらいいからとか、そういうふうに対応してくれたらよかったんですけども、そういうもの一切なかった。で、通院させられる状況になって、でそこの公用病院は、僕は通院させられてから建物が新しく巨大に建築されてるんですよ。だからね、本当は事業規模10人以上、100人以上、500人未満、500人以上とか、あの話もねいらないと思うんですよ。現実的には会社によってしっかりと純利益があるかどうかで、その例えば商社さんとかだったら海外に資源採掘とかがあるから、もちろんそれだけじゃないんですけども、だからある程度しっかりした純利益があると、需要と供給がありますからね。だからまあ外国に行ったりとかもするから、基本給高くしておいてあげなきゃなんないなの部分があるから、最近のニュースでは大手商社さんだと基本給が最初から25万円もあると。まあ昔は考えられないですよ。21万、2万までいきゃすごい方ですから。大卒の人でね。商業面の話が常に混ざってる。それをしなかったら行政が湯水のようにお金を使ってしまいますから。だから大卒でそのまま公務員で、しかも課長以上になる人が一番社会のことよく分かんないまま仕事を上の方に行った時、局長とか部長とかもそうですけども、今特に思い出した人に対してどうこうっていうことはないんですけど、社会全体がその仕組みを変えなきゃならないと思うんです。どこかで働きに行って
ていろんなことを見つけて試験の内容を、世界の私のホームページに書いている5大問題だとか、地震の発生の仕方についてだとか、要するに節約することを覚えてもらわなきゃならないと思うんですよ、公務員の人たちに。国家公務員の人もそうですけども、それをしたら、国会議員の人たちは選挙だから、そこでペーパーテストを混ぜ込むとややこしいことになると思うんですけども、そのペーパーテストの内容はね、そういうふうに節約だとか、自分たちはこうしたら脱法行為なんです、隠蔽になってしまうんですっていうことを最初から判例で、問題欄で記載しておくんですよ。そうすれば自主的に勉強するでしょ。で、他にもこんなケースがある、ここに他にもこんなケースがあるっていうことをしっかりと試験の中に導入していれば、それに書き込むっていうことは証拠になるでしょ。それ守りますっていうことになるでしょ。それこそが試験なんですよ。当然都市部だったら電車バスで公務員の人だったら通勤できるはずですから、人によっては徒歩で通勤できると思いますよ。だからそういうような生き方の姿勢っていうものを後の世代に、エネルギーを残してあげる、原油、ガス、石炭、ウラン鉱などですね、他の金属資源とかもそうですけども、だから試験の内容もどこそこの国は何年の頃は、地下例えば2000メートルでしたとか3000メートルでしたとか、今だったらもう1万5000メートル以上でしたとか、そういうふうな内容の現実的に、じゃあもう目と鼻の先じゃないかぐらいの危機感を持たなかったら節約に回らないでしょ。それ事実だから、試験内容を一気に変えて、でだから大卒ぐらいでいきなり公務員なんか絶対危ない方なんですよ。務まるわけはないですから。商業原理がかかった、本当に仕事テキパキ早くしなきゃならなかったら売り上げなんか本当に出ないっていうことを現実的に理解した人間じゃなかったら公務員なんてなるべきじゃないと思うんですよ。次が次へと物を作りたがるから、建物とか行政がストップかけりゃいいんですよ。そういう権利を持ってるのが行政なんですから、そこはストップかけなかったら無理ですよ。だから議員さんたちとかも国会議員の人たちもそういうことをしっかりと知っておくと。だから昔からの不思議ですね。だったら2000年の頃の淡路花国、淡井圭介を働かせに行かせた意味がないじゃないですか、そもそもで言うと。働いてる側の人たちは どんな形での雇用になってるのの話がなかったら、これやっぱり作ったら作った分だけ余計な仕事をさせられただけで、これ意味ないわっていう話に最後落ち着くでしょ。そのまま大阪ヒルトンにいりゃよかったっていう話になりますから、せっかく社会保険入れてもらったのにのタイミングだったから。大阪ヒルトンの人でそこまで実際勤務してる人たちとかはここに残っといた方がええって言ってくれてた人たちは いっぱいいましたし、そこも結婚話混ぜ込まれて淡路花博の方に行かされてるんですよね。それはその当時アナウンサーでテレビにも、まだ出てない頃ですね、僕と同じくらいの年齢だったらまだ22歳のままではテレビにはさすがにアナウンサーにならないでしょう。1年間ほどいろいろ何か会社のことを覚えてから現場の補助的な形でとりあえず原稿を読むぐらいでみたいな形で始まってるでしょう。だからもうそれがね無理だと思うんですよ。もういろんなところでいっぱい経験して、弁護士さんなしでも裁判勝てるぐらいの人間がアナウンサーになるべきだと思うんですよ。だから学校の大学なんか行ったって無駄だっていうことを社会に示した方がいいと思うんですよ。そんなことしても意味ないって、本当は会社に行って覚えるものだって。それするから税金を使って豪華な大学作るでしょう。で、わけのわかんない研究をずっとするでしょう。社会に迷惑かけっぱなしになって。もう結論出てるんだから。以前と言ってた内容は同じになってきますので、違う話を言いますけども、そのトヨタさんのね、これも言ったかもしれませんけども、その車の作り方でね、
まあ、他の工場もそうだと思うんですけども、あのアーム式、一本腕のような形の腕がこう動いて、例えば、たかが車のね、ネジ止めたりとかするのにね、動いていると、電力の使用の仕方がもうむちゃくちゃエネルギー使いすぎ。だからゴールデンウィークにその全ての工場が止まった時に、まあ、愛知県なのか名古屋市だったか忘れましたけども、自然再生可能エネで 80% ほどの電力を賄えていた。まあ、ただしそれは電車までは込みじゃなかったとは思うんですけども、ゴールデンウィークの時期は電車込むでしょう。そこそこの重さで、まあね、発進して止まってますからね。工場のあり方でなぜ電動ドリルをやめてしまったのかですね。それで簡単にネジ回りますからね。正直そのこれだけ世の中はっきりとしたことが分かったんだから、65歳以上の人の免許証を強制返納、車もお取り上げ、これをしなかったら本当に無免許運転をし始めて捕まってる例のニュースがいっぱいあります。で、少子化だからそんなに車買い手がいないでしょ。世界的に少子化進んでるから、だから世界中で同じような形で65歳以上の人の免許証強制返納と、車の回収を行えば車が市場にあふれかえるでしょ、世界中で。で、電気自動車に2025年から切り替えれるようにほとんどの国にすればいいんですよ。で、補助金をなくす。電気自動車一本化にしてしまえば大量生産型になるでしょ。中途半端にガソリン車を売ってるから安くならないんですよ。で、工場ではまあ電動ドリルでもいいですよ。正直もうシャープエンジニアリングでその家電の修理に行ったから分かるんですけども、電動ドリルと大して変わらないような速さで人間がネジ回しますから、もう人間でいいんじゃないのって思うんですよ。で、それはそんなにたくさん速いペースで車作ったってもうしょうがないし、ガソリン車があふれかえるから、こういう答えになるんですよ。まあ、人間はドライバーはね、磁気の要するに先っぽが磁石になってるドライバーだったらネジが落ちたりしないんですよ。だからそういうものを使用して人間はしっかり止める。で、20歳ぐらいの頃それで話決まったはずなんですよ。フルツーラパークでいろんな人たち、国会議員の人たちとかにも伝わったり、テレビ局の人たちにも伝わってたはずなんですよ。だけども工場はああいうふうな一本腕のああいうふうな動くような形に変わってしまったんでしょう。なぜそうなってしまったかですよね。いくらなんでも僕の方でそんなわけのわからないこと言ってないですよね。もしかして言いました？それとも頭へのハッキング？テレビ局の人も工場のことよくわからない人がアナウンサーになってるでしょう。で、字幕つくでしょう。その内容を僕は読んだときに現場の人たちに頭の中の内容が伝わるでしょう。で、それで経済権利だけに走ってそうなってしまったのか、人権にケチって。だ、そこを大きく間違えてしまったんでしょうね。だから工場のあり方について一回その国会議員の人たち、特に内閣の人たちでもう決めてしまうことですね。人間の方のドライバーでどうにかすると。まあ、だからそこは電動ドリルにするかネジ回しにするかはその需要と供給の時でいいと思うんです。そのここは急がなきゃ、車の生産急がなきゃなんないときは電動ドリルで、そうじゃないときはドライバーで。で、昔のこの手の話で後で計算して思ったんだけども、ずっとドライバーでお客さんにちょっと待ってもらうぐらいでちょうど数合ってたんちゃうかっていう話になりようって。その辺のところも神がかり的な力とかエネルギーの残存量問題の方が絶対上ですから、全てが情報が伝わったらほとんどの世界中の 95% 以上の人は絶対そういうような内容で賛成するでしょうから、そんなに豪華な生き方をするべきではなかった、車なんか買うべきではなかった、電車バス徒歩だったになりますから、どこの国も。
あそこで計算合うように神がかり的な力が動いてるんじゃないのかっていうのは僕の結論ですね。以上です。皆さん長い間ご清聴ありがとうございました。この内容はしっかりと国会議員の方たちや、各自動車メーカーの、車掌の方たちに伝わるように、車掌に伝わればね、さすがに会長にもいろんな人たちにも、伝わるでしょうから、その辺のところをいかにチェンジしていくかっていうことですね。早急な対応が求められます。以上です。